はい、どうもプー太郎です。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補選手を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。今年もまずは大学生の解説動画から出しているところになります。ということで今回は高校では4番手ながら大学で急成長し全国大会でも実績を残している大型様、大阪商業大学の高太一選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールを紹介して、その次に投球内容の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。高太一選手は左投げ左打ち、180cm80kg の投手になります。マウンドで見るとプロフィール以上にがっちりしており、プロの投手として理想的な体格だと思います。また投球フォームを見ても動きにキレが感じられ、ただでかいだけではなくしっかり筋力も伴っていそうです。またこの投手は広島の名門広陵高校出身ですが、同期に現広島の川野投手、現明治大の森投手、石原投手など好投手が山ほどいたため、この投手は4番手だったということで、特に大きな実績も残っていないようで大阪商業大学に進学となりました。大学では早くも2年秋から登板し始めると、コツをつかんだのか140キロ後半の直径を投げ込む大型左腕に変貌しており、以降全国大会でも左のエース格として結果を残してきました。ということで同期の上田投手と並び、ドラフト上位指名候補にも名前が挙がる投手ですが、果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。では投球分析ということで、まずはフォームから解説していきたいと思います。この投手は体を大きく使った躍動感のあるフォームから、スリークォーターの位置から鋭い腕の振りで投げ込んでいきます。ということで腕の振りも速いですし、球持ちがいいのか、リリースしてからミットに収まるまでの時間が短いように感じられ、球速表示よりも速く見えます。ただし体の柔らかさが感じられるタイプではなく、力を入れて投げた際に力みでリリースポイントがぶれやすそうな予感はします。またたまに足の上げ方がメジャーリーグ現レンジャースのチャップマン投手みたいになります。確かにマウンドで見ても手足が長いのがわかりますし、参考にしているのでしょう。打者のタイミングを狂わせる効果があるのだと思われます。では次に直球を解説していきたいと思います。まず球速は常時140キロ前半、マックスで149キロになります。球質は球威型になります。球威がある直球とは、打球を詰まらせることができるという特徴を持った直球になります。つまり打者が思ったよりもボールが手元まで来ていて、打つポイントが後ろになりやすいことを意味します。右バッターに対する制球はアウトコース、インコースともにおおむね集まりますが、力んで中に入る球や逆球も多いです。左バッターに対する制球はアウトコースはおおむね集まっていますが、抜けたり引っ掛ける球も散見されます。インコースは使用頻度は少ないですが、逆球が結果的にインコースに来ることも多いようです。ということでリリーフなら常時140キロ中盤で投げれそうですが、先発ではペース配分してきます。球速表示以上に打者が速く感じていそうな球質で、少々甘く入ったり高めに抜けても差し込まれてファールや平凡なフライで済むことも多いです。ただし全体的に細かい制球力はなさそうですし、腕が横振り気味なこともあり、力むと高めに抜けたり中に入りがちな印象です。大学生の打者と違い、プロの一軍の打者はしっかり捉えてきそうな気はします。続いて変化球の分析になります。球種はここではスライダー、シンキングファスト、フォークの3種類を取り上げたいと思います。まずスライダーですが、球速は120キロ中盤、変化量は普通、変化タイミングは速い、制球力は普通ぐらいだと思いました。スリークォーター左腕特有の横に滑るスライダーになります。対左バッターのアウトコース、対右バッターのインコースに使っていきますが、やや高く、球速が遅めなのと曲がり始めも速いので、現状は絶対的な球ではなさそうです。次にシンキングファストですが、球速は140キロ前後、変化量は少ない、変化タイミングは普通、制球力も普通ぐらいだと思いました。直球に近い球速からボール1個分ぐらいだけ沈むシンキングファストボールになります。
引っ掛ける球も多いですが、低めに決まれば空振りや平凡なゴロにできています。最後にフォークですが、球速は130キロ前後、変化量は普通、変化タイミングも普通、制球力は微妙だと思いました。抜ける球も多く、大事な場面で投げることは少ないようですが、決まれば空振りが取れているようです。ということで、変化球の精度は波の印象です。フォアボールを連発するようなことはなく、ストライク枠内に安定して投げ込めており、変化球でカウントを稼げているものの、どの球種も全体的にやや高いです。また各球種のクオリティも波の印象です。現状では変化球で決めに行くことよりも、変化球は見せ球にして直球でねじ伏せに行くケースの方が多いようです。特に対左ではアウトコースの直球とアウトコースのスライダーの外一辺倒の配球になりがちで、アウトコースに見つけされて粘られやすいのも気になるところです。では投球のまとめになります。この投手は大柄ながら体全体を使った大きなフォームから、球にある直球に変化球を混ぜて2ストライクを作り、そこから右バッターに対してはアウトコースの直球、インコースの直球、膝元のスライダー、フォーク、左バッターに対してはアウトコースの直球、アウトコースのスライダーが基本パターンのようです。ということで、直球に関しては今年の大学生左腕の中でもトップクラスと思われる素晴らしい球を投げ込んできます。ただ制球力と変化球には課題がありそうです。大学野球レベルでは直球の勢いで圧倒して抑え込めていますが、プロのバッターはボール球はしっかり見極めて、甘く入ってきた球は逃さず捉えてくるでしょうから、現状は苦しい投球になると考えます。ということで、プロではリリーフでの起用になる可能性が高いと考えます。短いイニングなら常時140キロ中盤以上で投げられるはずなので、直球で押しまくればなんとかなる気はします。ただ嫉妬は多いタイプなので、いきなり勝ち試合を任せられるかと言われると微妙な気はします。制球力を今後大幅に向上させるのは望めなさそうなタイプだけに、今後は変化球の精度を上げていくべきでしょう。直球は素晴らしいだけに、スライダーフォークあたりがしっかり低めに集まるようになってくれば、かなり手強い投手になってくると思います。はい、これで投球分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この投手は高校では4番手ながら、大学で急成長し、全国大会でも実績を残している大型左腕になります。長い手足を生かしたダイナミックなフォームから投げ込まれる直球は球持ちの良さが感じられ、ただでさえ速い球速表示よりさらに速く感じます。ただし細かい制球力はないタイプで、変化球もプロ基準だと現状は物足りず、プロではまずは直球で押す短いイニングの投手としての想定になるでしょう。ということで、直球で押せるタイプのリリーフ左腕として即戦力での活躍が期待でき、さらなる伸びしろも感じられる投手を補強したい球団が指名してくるでしょう。となると具体的にはヤクルト、中日、横浜、オリックス、楽天あたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、ブータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星2つ、白星1つになります。ドラフト4位から5位級と評価いたします。将来像としては打者かと思うような体格からサイド気味の鋭い腕の振りで力強い直球を投げ込み、力で押せて制球力の不安もない貴重な左腕として長きにわたり一軍リリーフの一角として活躍している広島東洋カープの戸根千明投手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この投手は直球にはプロの打者も押されると思われるほどの強さが感じられるものの、制球力や変化球には課題も残っていると思いましたので、リリーフ評価で黒星は2つ、一方で今後総合力が上がってくればさらに手強い投手になってくると思いましたので、白星は1つ追加して合計黒星2つ、白星1つと評価いたしました。ということで、戸根投手や同じく近いタイプと思われる黒原投手あたりの大学時代と比べると、制球力と変化球に課題があり、プロでは先発というよりはリリーフの一角としての想定になるかなとは思いましたので、ドラフトでは注意から下位で各球団が狙ってくる投手だと考えています。それでは最後になりますが、本人が大学からのプロ入り希望なのか現時点では不明ですし、
個人的には上位指名を狙うなら社会人野球に進んでさらに実績を積んでからでもいいかなと思いましたが、高校時代は4番手だったことを考えると、大学時点でこの領域まで到達しているのはすごいとしか言いようがないですし、いずれにしても最終的にはプロの舞台で活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータローでした。